はい、冬ガム TV2023 ということでね、今回は一応8月18日号ということでやってしまいたいと思います。秘密結社冬ガム総帥ハッチでございます。まあなかなかね、まあ、溜め込んでしまってなんとかね追いついていきたいなと思ってたらね、まあキャロットの申し込み締め切りとかいろいろあってね、まあなかなか手が回らずにいるんですけども、とにかくねやってしまいます。まあ、というわけでまずはですね、小倉記念、人が58キロものともせずに優勝。まあ、猛暑対策で今小倉4周しかやらないんですよね。まあ、なのでね、例えば九州産の4レースを3周でね、やりきるんでね、レース間隔が全くないどころか、新馬戦2くらいあってね、まあ、その結果2くらい目の未勝利、2周目の未勝利戦がこう除外になって大変だとかいろいろあるんですけども、まあ、そんなに開催が少ししかない夏の小倉、まあ、猛暑対策で仕方がなかったりするんだけれども、まあ、なかなか日程がきつきつになって、これ以上さすがに、もうちょっとなさすがに小倉やれよと、ケツあと2、3周伸ばしても構わへんやないかいみたいなことあるんだけれども、まあ、つまりね、その日程の関係で小倉記念が開幕週になってんですね。なのでね、内枠の前目の馬で決着しました。まあ、関係ない話じゃないですね。だから小倉がどうこうっていう開催日程と、まあ、今回の結果っていうのは、比較的リンクする話だとは思います。まあ、そんな中でね、ややこう、ネット競馬では出遅れって書かれるぐらいにはね、立ち遅れ気味ながらも、まあ、うまくね、内目の前目を確保して、立ち回ったエヒト。まあ、そしてね、逃げた帝王シリウスが2着に粘るってあたり、やっぱり開幕週の競馬って感はね、かなりあるんだな、というね、結果だと思います。まあ、そしてね、まあ、とはいえ、まあ、なんていうのかな、そういう開幕週のいい馬場の上で馬場が渋ったりするとね、どうしても前有利なんですが、まあ、同時に金量面がね、ハンデ戦の金量というのが効いてくる馬場にもなりやすかったりするということで、まあ、3着にね、唯一追い込んできたのがゴールドエクリプス。まあ、この馬はね、金量51キロの、まあ、条件馬ということでね、まあ、非常にですね、馬場状態とかからね、読みやすい、ここはこうだからこうだよねで組み立てれる馬券にはなったんじゃないかなみたいなことにはね、じゃあなんで外してんだお前はっていうね、後付けですけどね、しておきたいと思います。まあ、そして関谷記念はアベラーレが差し切り勝ちということで、戸崎啓太がね、上がり最速で差し切りました。馬体重マイナス12キロもね、夏の牝馬だったんでね、まあよく絞れたというふうな状態だったんだと思います。まあ、そしてね、前目4番手ぐらいで追走した2頭が2着3着に入りましたが、ここがね、まあ、枠順で言えば、うちの馬がね、死んでも内枠を離しませんでしたじゃないけどね、内枠の方がやっぱ有利なんですよね、ということでの2着が、ディビーナ。まあ、そしてね、3着に次男坊ってこと、三男坊が、ラインベックね、三男坊ってことでね、まあ、どっちも三冠馬の品系よねっていう感じでね。まあ、中で、そんな同じようなね、プロフィールの、の中で、まあ、枠順通りの決着みたいな感じになってね、まあ、面白いんだか面白くないんだかって結果でしたけれども、まあ、ローカルの競馬らしいというかね、そんな感じで賞金を加算した馬に関しては、まあ、この後ね、中3ヶ月、ノーザンファームさんのベスト調整でね、ちょうどマイルチャンピオンシップがあったりするんでね、まあ、なかなかいいローテが組めるようになるんじゃないかななんていうふうにはね、思っております。まあ、そして高校野球の話題ですね。東海大甲府高校。久々の甲子園出場は初戦敗退となりました。まあ、実際にはね、2000年のね、コロナで中止になった春の選抜の出場予定チームが夏にね、招待試合で呼ばれて、各県それぞれ独自大会っていう名義でね、大会だけやったけれども、甲子園につながらない、あの大会は東海大甲府が優勝してんですね。まあ、なのでね、夏の、山梨県大会優勝自体は3年ぶりだったりするんですが、夏の甲子園出場は8年ぶりになってしまいました。まあ、山梨県屈指の名門校で、山梨の私立高校でね、甲子園通算成績を勝ち越しているのは東海大甲府だけ。山梨学院は去年の、ね、暮れまでの戦績で言えば、私立が、ね、山梨県大会で初めて山梨県の代表結構勝ってるじゃんっていうイメージがつく前の暗黒時代の公立高校の成績と全く同じ勝率しか残してなかった。勝率2割2分2厘。まあ、春にね、いくつか勝ったけれども、それでもまだ甲子園通算で負け越しているっていう弱小校だからね。まあ、
そんな中でね、東海大甲府高校がこうやってね結果を出したっていうことでね、まあ夏のね大会出るわけだけれども、まあエース不在でね県大会優勝した春までの背番号1が出てこなかったってことでね、まあ、なかなかこうそれだけでもピッチャーのやりくりが苦しくって、夏の県大会は1年生に背番号1を託して、まあちょっとこう頑張ってもらわざるを得なかった。まあそんな中で3年生の控えピッチャーだった長崎くんがなんとかかんとか成長を見せてきたんだけれども、まあじゃあなんで控えピッチャーだったかなっていう、こうボールのねすっぽ抜けるようなところがね、まあ甲子園でも大事なところで出ちゃった。うん、こればっかりはね、まあもちろん試合に負けた、俺が投げて負けたって意味では悔いが残るところではあるんだけれども、まあね、そういうピッチャーがそれでも責任感を持って背番号1をつけて甲子園の舞台に立った、まあ、それを支えるだけの打撃陣があって、まあそう、あの打ち勝って打ち勝ってなんとかね、あの甲子園にたどり着いて、そしてまあそれでもこれが精一杯の今のね、そういう苦難があった中での状況ですと見せてくれたのはね、いい試合を 見たと思います。まあチームのね底力、あの育成力、そういったものをね存分に感じる試合ではあったと思うんで、まあ来シーズン以降も東海大甲府には期待をしていきたいと思います。そしてヴァンフォーレ甲府岩木 FC と1対1のドロー、まあ、夏に勝ちきれないのはヴァンフォーレ甲府の伝統みたいなもんですね。まあ J1 にね5年連続いた時もね、もうそのうち複数回ですよね、10戦ぐらい勝ちなしとか8戦勝ちなしとか平気でやってましたからね。まあどうしても山梨の夏って暑いんでそうなっちゃうのは仕方がない、だれてしまうなというのがあって、まあまだ続いてますって感じですよね。まあそんな中でね先行されて、まあ本当に苦しい中、まあそれでも追いつくことができたっていうことをポジティブに捉えるしかないのかなっていうところ、まあ、それでもね複数得点取れない試合が続いてますからね、まあ、やっぱりまあ宇高がこうこの連敗が始まってからの間全然点取れてなってないみたいなことを指摘する人が多いけれども、全員がそういうふうに夏バテに苦しんでるみたいな状況、まあ、そういう意味ではね、まあ、この動画アップされた頃には涼しくなってきてるんで、まあ、今年も苦しい夏を乗り越えて、まあ、そしてね始まる ACL、 今度は苦しい試合の間隔の、ね、短い時期が続いちゃうんだけれども、まあ、それはそれ、これはこれでですね、まあ、頑張ってもらってですね、まあ、なんとかここから巻き返してプレーオフ、そして、まあ、プレーオフまで行けばね、あのうちはまあトーナメント戦にはそんなに負けるチームじゃないですから、あと2勝トーナメントの気持ちで勝っちゃって J1 昇格という形でね、最高の年末を迎えたいと思っております。まあ、こんな感じかな、今8でした。